ルンガオキの再現と行きましょう。どうも小林です。今回はチンジフ近海海域の哨戒を実施せよの任務攻略です。こちらが6月更新のイヤリー任務です。従順化駆逐を機関、随伴に駆逐化解剖艦を3隻以上編成し、1-2、1-3、1-4を各2回 A 処理以上で達成です。そしてこの任務の後にイヤリー正義任務が4個あります。この任務自体は難しくないのでサクッと進めちゃいますが、まず 1-2 が機関を駆逐にして随伴に駆逐3隻、そして軽巡化軽空母1隻編成の高速統一で最短固定できます。軽空母に艦艦を多く装備させてサクッとクリアしちゃいましょう。服を着せて骨を立つなよ。カズが見せてくるから、ね、砲を左へ敵艦に仕込む。大丈夫、違う、始め攻撃です。大銃駆逐隊機関、この風雲が預かります。罰病、次が 1-3 です。5も駆逐4隻で最短固定できるので 1-2 の編成に軽空母1隻追加した編成がおすすめです。連動が高ければ軽空母1隻だけで 1-2 と同じ編成でも問題ないですね。この任務は基本的に駆逐を機関にした方が編成がしやすいと思います。従順を機関に設定しているのは多分新規向け用なんですかね、この任務。そんな気がしてます。合戦用意、やるわよ。いい、数は少なくても精鋭だから。あたいの出番か。行くっきゃないな。二水戦所属朝島抜病する。そして最後に 1-4 です。ここも駆逐4隻でボスまでのルート固定が可能なので 1-3 と同じ編成で攻略が可能です。道中一部はランダムですが、駆逐4隻いればボスへは確実に到達することができます。敵空母が出てくるので制空は60以上に調整して制空確保を取るようにしましょう。この任務どこの外域も反復で2回行かなければならないので、一番の敵は疲労度かなと思いました。さ、始めるっきゃないね。打ち方始め。最後に達成報酬ですが、選択報酬が2つあります。1つ目がナミやイラコを使わないのであれば錦葉くらいがいいんではないかなと思います。まあここは本当にお好みで OK です。2つ目ですが、3式ソナー3式葉くらいはどちらも星につきなので、こちらもお好みでいいかと思います。まあ、装備で選ぶのであればどちらかといえばソナーの方がいいかなと思います。ということでこの任務は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしく。